どうも品田さんお疲れ様です。それではね、今回を正式な返信にしようかと思います。動画の方拝見させていただきました。17分ほどの動画だったと思いますね。ですので大体私の感覚だと10分少々で、見終わったかな聞き終わったかなというところでございますけども、いろいろとね、懸念されているところとかいろいろあると思いますけども、そうですね、自分軸っていうキーワードはねちょっと気をつけた方がよくって、自分軸ってそもそも最初からない方がいいんですよね。で変幻自在にアメーバのように変化していきながら対応していくってことが大事で、それから自分のトークに対して、いろんなね視聴者さんからご指摘がありますけども、それが正しいのかどうかってことはまだ分かりません。ですので貴重な意見一意見として受け取っておいて、自分にねちょっとネガティブな意見であってもそれはその人から見たらそうなんでありがたく受け取っておくってことじゃないかなと思います。でよくねアンチとか批判という言葉を私たち発信者は使いますけども、果たしてそうなのかなと。むしろ私たちが間違ったことを言ってることに対して指摘をしてくださったアンチと思えてる人の方が正しい場合もあるわけなんですよ。でそういう意味でもねブレるとかブレないって言葉がありますけども、人はブレるんですよ。ブレまくってしょうがないんですよ。でブレたことを意識しながらブレた方向でまた新しい方向性を掴んでいくってことが大事で、ブレないように頑固にね自分のまさに自分軸って持ってるとポキーンと折れてしまいますからね。そうじゃないんですよ。自分は変化成長していって当たり前だ。変化するってことは今決めたことを次の瞬間には覆すこともありえるよねってことなんですよ。そういう時代なんですよ。というのが情報が早いからです。自分の勘違いにももしかしたら一刻も早く気づかないといけないかもしれない。そしたら方向転換を早くした方がいいかもしれないわけですよ。しかも正解がどこにあるのかってことは誰も教えてくれませんし分かりません。それは手数が少ないからなんですよ。例えばみんなの銀行の動画を作りました。 SNS で発信しました。反応がないんだけどおかしいな、手数が少なすぎます。最初の1週間で100本動画を撮るぐらいでやっと効果が分かるわけですよ。そのぐらいの機動力っていうのかな、スピードが大事。初速が最大速ってやつですよね。もちろん初速が最大速っていうのは結果も一番出るっていうのも理想的なんですよ。でも結果が出るほどに行動はどのぐらいしたんですかってことも大事になってきます。例えば稼いでる人がね実際に1億円稼いだ経験を持ってる人が1日に10万円の利益を目指して初心者の時にそれでスタートしてるんですよ。例えばこれ私の例ですけど、私はインターネットビジネスに初めて参加した時によしこれで億万長者になるぞとかね、ネオヒルズ族になるぞって思ったわけですよ。麻雀店の親父がパソコンなんてしたことがなかった人間が。でパソコンを手にして当時1万2000円の中古のクロームブックですけどね、吉谷さんもよくその話出しますけども、中古のクロームブックを買って、でそれでこうやって一本足でこうね、当時インターネットの環境も悪いですよ。 Wi-Fi とかも遅いし、動画なんてのはほんとカクカクしてて止まってる、もうくるくる回って全然調子よくなかったわけですよ。それでも私は画像をちょっと落としながら再生に傷をつけないように本当に低レベルな動画を撮って売り上げを毎日10億円っていうのを作った、10億円でね10万円っていうのを目指したわけですよ。で10万円いかない時もありました。その時は次の日に十数万円のノルマを自分に課すわけですよ。例えば10万円目標でね8万円の時って次の日にもう12万円を売り上げて取り返さないといけないじゃないですか。そのためには自分がやらないこともたくさん作りましたね。でも1日10万の利益を上げても1億円まで3年もかかるんですよ。毎日こんなことやって3年。で1日1万だったらどうかっていうと今度は3年じゃなくて30年なんですよ。そう考えたら億万長者になるぞって決めた瞬間、そこに向かうための速度ってのはどのくらいかなとそれこそね、失礼しました、飯を食う暇も惜しむ、寝る暇も惜しむ、自分の体調を無視、自分の精神状態無視ぐらいのことをして一点集中しなければ1億ってお金作れない。もっと言ったらお金を他者が信頼して預けてくれないんですよ。久保さんは自分の身がどうあろうともお客様のためにサポートしてくれるなと思うから大切なお金を預けてくれるんですね。そのぐらいの関係を作る、それが信頼関係なんですよ。当時私はこういうことを言いました。お客様のために死ぬと、実際サポートを24時間やって寝ずにやっても死にませんそうそう、頭おかしくなるだけです。でもそのぐらいのことを引き換えにしないともう私はもう人生の逆転が不可能だと思ったんですよ。で我が身を守りながらねお金だけくださいっていう、そういうことはないだろうなと思いました。ですので片手片足を失ってでも俺は1億円2億円稼いでいくんだっていう、そのぐらいの気合いでしたね。結果何も失ってません。もともと失うものがなかったんで、それこそ自分の健康とかね、自分の周りの人を失ってもいいぐらいの気持ちでやりました。そうするとそれまでずっと関わっていた麻雀店とか店舗とか社員とかお客さんという関係全部なくなりました、ね、全部なくなった代わりに今の暮らしが手に入った。スッとね、それは吉谷さんもずっと見てましたんで、私もね、自分だから本当すごいことやったなと思いました。多分私のようにやることはもう不可能だと思います。他の人には不可能なんだけども、他の人には品田さんには別の方法で同じゴールに1億円に到達することは可能です。ただ手数が少ない、やってることが少ないと評価もできないんですよ。まあ、いつ始まるのかなって思うぐらいなんですよ。例えばみんなの銀行っていうのがあるじゃないですか。あれで1000円確実に入ったわけでしょ。1000円確実に入ったわけですから、あれを繰り返すだけでももう1万円とか今の頃ねできてないといけないんですよ。じゃあみんなの銀行をあれから使い倒しましたかっていうことなんですよね。それからこの前ね、なんだっけ、34日前に不動産の使用請求をしたら4000円みたいな案件があって、これもうほとんどの方が承認されてるんですよ。1日目とか2日目にこれやりましたかってことなんですよね。お得情報は投げます。もちろん速稼塾に入ったらもっとお得情報いっぱいいくんですけども、入ってなくてもそこそこのお得情報で速稼塾の入塾金ができるようなことはやってるわけですよ。ぜひね、そこを受け止めてやっていただければなと思います。みんなの銀行はまだ有効ですからね、ぜひね、インターネットをやるのもいいんですけども、それで効果がないと思ったら量を増やすか、もしくはインターネットじゃないところでみんなの銀行をスマホで目の前の人に勧めるってことをやっていくぐらいのことがいるかなと思います。もちろんね、いや私の精神状態だったらこういうことできないんですよって言ってやらないのも自由です。ただやらない自分をやる自分に変えない限りは、ない1億円をある1億円にはできないと思います。1億円じゃなくてもね、100万円の束からですよ。100万円の束、今手元に100万円の束ないでしょ。それは自分が今までやらなかったことをやることによって近づいてくるんですよ。今までの自分はほとんど変えずに結果だけ大きく変えようと思ってもなかなかねマーケットはそれを許してくれないんですよね。それこそ身を粉にして自分の命をもう引き換えにお金が欲しいっていうふうにね、悪魔に魂を売った人にお金はどんどん集まってくるんですよね。ただ悪魔に魂を売るっつったってね、本当に悪いことするわけじゃないですからね。人に喜んでもらって、人に感動してもらって、人を癒して、ありがとう、癒されたよ、ありがとう、励まされたよ、ありがとう、助かったよっていう人がお金払ってくれるわけですから、お金を払ってくださったその人は幸せになってるわけですよ。だからリピートも起きるわけですよね。はい、じゃあ今回はこのぐらいにしておきましょうか。また。